ジュリアス・シーザーは、1953年制作の、アメリカ映画、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、ジュリアス・シーザーの映画化作品。監督は、ジョーゼフ・エルマン・キー・ウィッツ。マーロン・ブランド、ジェームズ・メイスン、ジョン・ギール・グッド、ルイス・カル・ハーン、エドモンド・オブライエン、クリア・ガースン、デボラ・カーラ、当時の豪華キャストで制作された。1953年のアカデミー賞の美術賞を、 受賞している。紀元前44年のローマ。ジュリアス・シーザーは終身独裁官となり、市民の圧倒的支持を集めていたが、共和派のカシアスたちは危機感を抱く。シーザーは競技場に向かう途中、占い師から3月15日に気をつけろと忠告されるが無視する。3月14日の激しい嵐の夜、シーザーの側近、ブルータスのもとにカシアスたちが集まり、 シーザー暗殺を持ちかける。ブルータスの物思いに沈むのを気遣う妻の傍者。3月15日、シーザーは悪夢を見た妻カルプルニアの反対を押し切って、元老院に行き、視殺される。ブルータスは、ローマ市民の前で暗殺の正当性を訴え指示されるが、アントニーがシーザーを称え、熱弁を振るうと、市民はアントニー側につき暴動を起こす。ブルータスたちは、 ローマを離れ、シーザーの養子オクタビアスとアントニーが政治の実権を握る。ブルータスとカシアスは、無本人となり関係も悪くなるが、ポーシャの自殺の方を聞いて一致団結する。アントニーは暗殺者たちを討伐するため兵を進める。フィリッピの戦いで敗れたブルータスは従者に命じて自分を視殺させる。ブルータスの遺体と対面したアントニーは、 彼の高潔な人格を称えて、手厚く葬ると宣言する。ありがとうございます。